雷調査隊スタート。はい、はい、始まりました新生雷調査隊。この番組は日本の人、食、歴史、文化を調査する番組です。Ustream、うん、さんを使いまして全世界をお届けしております。生放送の参加型番組です。やったー。はい、はい、この番組は1時間生放送でお送りしております。チャット、ツイッターでの参加どしどしお待ちしておりますが、この番組はチャット参加お願いします。ユーストリームさんにご登録していただきますとすぐにご参加できますので、1時間ぜひとも我々に絡んでください。よろしくお願いします。はい、ということで始まりました雷調査隊。なんとですね、もう11月に入ったんですね。そうよ、早いよ。あっという間に11月が、あと2ヶ月よ今年も。どうしよう、何もしてない。ねえ、年、ね、取るだけよね、うちは ね、もうちょっとしたら。本当怖いんですよ。で、11月に入ったということで、先日やらせていただいたボジョレ・ヌーボーの発表があったみたいなんですよ。キャッチフレーズ、みんなね、皆さんで一緒に考えたんですよ。一緒に考えていただいたんですけれども、ありがとうございます。誰が当たったか。はい、そうですね、2014年ボジョレ・ヌーボーキャッチコピーこちらです。ダン、エレガントで味わい深く、とてもバランスが良い。なんなんやろね、もうちょっとさ、ボジョレも空気読めよって感じやね。かすりもしない。かすりもしないってか、エレガントなんて浮かばない。ちょっとでも今までにないエレガントとかね。ブドウに来たんですよね。あ、ここは予想当たってたんじゃないですか。その前年が、うんうん、50年に一度とかに、あ、前年がこのブドウできたからみずみずしさが感じられる素晴らしい、これ品質だったんですね。品質と書いてブドウできてるから、もしかしたらブドウなんじゃないかっていうことだったんですけど、まあまあ、ちょっとなんだろう、なんかちょっと拍子抜け。もっとちゃんと考えてほしかったなと思いますね。考えてほしかった。なんだろう、周りは予想してることをもっと分かってほしい。あの、振り切るならどっちかに振り切ってほしかった。本当中途半端は何事もダメよね。ダメダメ。はい、ということで自己紹介いきたいと思います。はい、はい、私が雷調査隊隊長を務めさせていただいております、ひままこと、ひままこと、ひままことがひとみです。皆さんよろしくお願いします。はいよー、ニット。そう、ニット。雷初やもんね、ニット、うん、あ、でも一回あるかもしれないね、かぶってるの。ほんまに、うん、あ、じゃあ今年は初ですね。今年初めてかぶった。まあもう冬ですもんね。冬ですよ、今日寒かったですよ、朝。寒かった寒かった、出てくる時も寒かったし、風もね、もう冷たいですよね。そうね、なんかね、神奈川とかの南の方は特に、うん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 、なんか今日はずっと寒いらしいよ。あ、もう一日、うん、寒いって言って上がらず、もう寒かったですね、うん、ね、みんな風邪とかひいてないかな。はい、じゃあ私はちょっとまだ風邪っぴきな、はい、自己紹介しちゃいます。雷調査隊にて顧問をさせていただいております、おしんこと山本真一です。本日も1時間笑って福を呼び寄せましょう。よろしくお願いします。お願いします。あれ、なんか痩せました。あれ、そうなのよ、痩せました。痩せてたの、今日健康診断行ってきたの。あら、なんかでも風邪ひいて、もしかしたらこう、それでか、それもあるのかもしれないね。ちょっとなんかシュッとした気がする。あ、ほんまに、うん、あ、まあ、あの、痩せたはまあいいのよ、こけたとか、うん、やつれたとかじゃなかったらいいんやけど、うんうんうん、そう、ちょっとね、頑張ってもうちょっと太ろうかなって。ちょっとね、でも体重聞いてびっくりした。ちょっとあんま言わんほうがいいやろ。そうです、そうですね、うん、なんかいろいろ引かれたりとか、10キロ増しくらいでいっても。そうやね。ちょっと控えさせていただきます。はい、はい。ということで、おー、ありがとうございます。本日も、チャット調査隊員の方が遊びに来ていただいております。いや、はい、調査しに来ていただいております。はい、お呼びさせていただきます。別府ゆうすけさん、こんにちは。そして DTK2012 さん、こんにちは。大西ライオン、こんにちは。スリーピース BB さん、こんにちは。スリーピースひかりさん、こんにちは。ということで、ありがとうございます。はい、ペッパーさんね、まずあの、ママ今日はストリート系と。あ、そうですね、今日はね、うん、ニットにパーカーに、パーカーできました。あ、パーカーやったのよ。パーカーできた。あ、そっか、そっか。そう、ショートパンツにパーカーで、もうすごい楽なスタイルできました。でもショートパンツっておかしいよね、もうもはや。え、なんで？だって寒いって散々言ってたの。あ、ね、でもさ、
なんだろう、え、ショートパンツ可愛いでしょおしゃれは我慢って言いますからね。そうですね、みんなも。でもそろそろね、やっぱりね、生足はできなくなってきた。あー、さすがに。うん、やっぱりさ、昔はショートパンツに生足でブーツとか、はいはいはい、はい、だったわけじゃん、うん、絶対タイツ履くもんね何が何でもタイツ履く防寒ってこと。防寒、防寒、ね、防寒に関してはしっかりするようになってきたから年とともに加齢って怖いね。怖い怖いはい、ね、ベッパーさんがね、うん、先日のボジョレ、ラズベリーのような華やかさとも報道されていたよと。うーん、ラズベリーのような華やかさ。へえ、そうなのよ。スリーピースひかりさん、こんにちはと。こんにちは。こんにちは。二次元2012さんもこんにちはと。こんにちは。こんにちは。はい、20日解禁なので翌日の放送、うん、飲みながらの放送っていうのはどうですかって。うん、飲みながらはね、一回やりましたけどね。一回やった。結構ね、初っ端からいろいろね、問題も生じちゃうので。そう、そうなんですよね。まれにね、しようかな。年末ぐらいいいんじゃない、年忘れ。そうだね、思い出しちゃった。初っ端吹き出しちゃったもんねそういえばいろんなものがあるのでね。まあまあ、もし見られてない方は今からでもアーカイブがね、YouTube さんで残ってますんで、はい、残ってるの。だんだん酔っ払っていく姿がね、はい、記録されてますよね。そうやね、5周年スペシャル、6周年突入、突入スペシャルですね。はい、ぜひとも見ていただけたらいいなと思います。はい、あ、大西ライオン、おしんさんかっこいい。いや、そんな言われてもあなたは卒業、うん、今日ね、グループラインで、はい、ね、うん、会話をしてたんですけど、私が2人にね、問いかけたんです、ママとライオンにね、はい、まあ、すごい大事な内容だったんですけどこれ何かわかるって大事な用事を言ったんですけど、まあ、ママはやっぱりすぐ、もうレスポンスはね、すごく早かったんですけど、ライオンがね、10分後ぐらいに来たので、もう卒業です、うん雷怖いんですよ、はい、そうなんです、怖いんですよ、はい、ちょっと遅れるとすぐ卒業です。そうなんです、残念ながら、はい、ベッパーさん、今日は湘南の朝、9度。おお、なんか岩手の方ではね、もう0度、マジでもう観測しちゃった、うん、そう、0度になってたっていうのをね、朝見ましたね。寒いな。やっぱでも空気が澄んでくるから空も綺麗になってくるはずなんですけどね、都会はあんまり空が見えないちょっとね、雲行き怪しいっていうかね、ちょっとあんまいい感じではないけど、はい、DTK2012 さ ん、うん、今日 NHK 見てたら、おしんが前に紹介した笑い祭りがやってたの。おー、 NHK さんまで見てるんだね。すごい、雷よ、雷調査隊、すごいね。すっきりさんも、すっきりさん、元の NHK さんもすごいな。もうパクられ放題だね。でもさ、おちんが描いたあの絵、やはり似てたって。ああね。でしょ？似てましたよね。似てたでしょ？すごい似てた。いや、すごいね、いいね。でもさ、もうそんな NHK さんもね、スッキリさんどこでやってたっけ？スッキリさんどこだっけ？ごめんなさいね。そんなね、こそこそやらなくてもいいから、うん、そうですよ。私たちにね、ダイレクトに言っていただいたら、はい、100万円でね、ま、 まずは100万円でね、100万円で売らせていただいた。どっちがこそこそしてんやろうな。もはやうちらやんな、きっと。でもうちらの方が先やからね。そうだよ。それはね、何事も先駆けになってるんですから。放送を見れば一目瞭然。本当ですよ。アーカイブ見ればね。日付比べて比べちゃってもうそこは強気でいきましょうね。強くいきましょう、やっぱり。はい。はい、ね、うん、ベパーさんが1本2600円平均なんで、ボジョレね。うんうんうん、4、5本ぐらい3人で飲んだら、あーって。ワインを3人で 4,5 本飲んだら1人当たり1本以上まあ飲むじゃないですか、うん、我々ね、言ってもお酒強くないんですようん、確かに強くないと思う。1人1本飲んだらもうみんなペロンペロンになっちゃうんじゃないのかな。なると、そうやって酔わせて、やだ、またね、人の谷間とか見ようとすんやろ。聞いて、ごめんごめん、オープニングこれまた長いってみんな言われるかもしれないけど、ちょっと言わせな。ハロウィンのやつ見たの、うん、うち一生懸命谷間作ってたやんか。途中からさ、最初の一瞬だけでずっと顔やねん。知らなかったの。うちそんな見てないで、言ってないでさ、こっち見えへんわけよ。カメラだけ見てるからさ、一生懸命あえてこうずっと寄せてたわけよ。谷間見ろ見ろみたいな。じゃあ気がつ、最初だけやねんな、あれ。ずっと顔のアップがこう映ってて、もう怖くて怖くて。あれちょっと自分でも怖いなって思ったわ。
ちょっとね、カメラマンさんのね、とてもいいセンスがね光った回だったわけなんですけれども、ね、ちょっとなんかずるい、せこい感じしたわ本当、持ってかれた感じいや、持ってったんだよ持ってったんですよそっかそっか、はい、でもね、でも NHK は祭りの様子の VTR 付きだったよって、うん、送ってよみんな何言ってんの、みんなが送ってくれないと、ね、そうよ、うん、我々はね、あの、うん、皆さんもチャット調査隊員なのでね、そうなんですよ、だってもう全国に皆さんいるんですよ、いるんだから、あ、小指さんだけずるちょっと宮城に同化しちゃった小指さんごめんね、また小指さんがいる小指さんいつでもいるのちょっとリンクしちゃうのよねということで、ペッパーさんがね、はい、恐怖映像でしたって、そんなでもね、うん、あの雷 の, あのハロウィンの衣装はですね、うん、すごくクオリティが高いっていう風にすごく褒められましたよ、はい、ね、私のところにはね、うん、あのブログの方で全部、うん、ママの私物っていうことにショックだったっていう声がちょっとどういうこと、なんでですか、あのプライベートでも使ってるって私が余計なことを言ったからあくまであれコスプレ用のね、違う用の仮装のやつやね、そうですそうです、あの今までのね歴代ハロウィンの衣装をかき集めて持ってきたわけですよ、そうそう、夜の営みで着てるとかそういうやつじゃないから、そういうわけじゃないです、ね、そう勘違いして落ち込んでた人がいたのよママ仮装毎年なんかするんやけど、はい、一度来たやつ着いひんらしいよ、はい、え、着ないでしょ、いやそんなんさ2年回しぐらいに着ようよ、やだ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 、もう1回、そう1回で終わりなんですよね、だから結構ねそのまんま他にあげたりとかね、いいね、そんなさせていただいて、そうなんですよ、でもいやもう着いひんけどね、もらってもだから持って帰ればよかった、いらんわいらんいらんということで、はい、あのこっそりライオンがねおじいさんのブログ面白かったとか結構見てるところがいやらしいけどね、いや言っても卒業だからね、ね、卒業残念ということでね、今日はね、はい、うん、あの後半にもちょっと面白い発表が、うん、そうですね、重大発表がね、はい、待ち構えているんですが、はい、まず、はい、本来ならこの時間はあれですよね、ライオンくんのお料理か、そうだ、クッキングクッキングの時間なんですが、大変な、はい、なんか挑戦されたそうですよね、今日はですね、そうですね、ライオンくんがね、またね、今度はね、お料理以外でね、ちょっとね、うん、食べ物を使った以外でクッキングをしてきて、クッキングだったんだ、はい、してきたみたいなので、ま、食べ物を使わず、クッキングをした、クッキングをしてきたみたいなんですよ、なのでね、ちょっとそちらの VTR が届いてるので、そちらを見ていただきたいなと、え、これは、うん、事前にちょっと言った方がいいかも、大丈夫、このまま V 流す、大丈夫です、はい、まずね V からいっちゃいます、ライオンくんのね、何をクッキングしてきたのか、ああいいね、はい、じゃあ何をクッキングしてきたのか、はい、これクイズですよ皆さん、はい、はい、これ今見る前に歌うとあかんやん、クイズまあ、あの売っててくださいね、 VTR とこう何正解どうかみたいな ね、はい、答え合わせしていきたいなと思います、はい、じゃあ TTK さんがね、レッツ VTR って言われてますんで、まあママ、はい、言っていただいていいですか、はい、じゃあライオンくんの VTR まで3、2、1、どうぞ、はい、本日はですね、特別調査番外編ということで、はい、なんとですね、はい、詐欺会社と対決をしてみようじゃないかと、まあ、やりますね、まあ、この経緯についてはですね、はい、なんと私の携帯メールの方に、はいはいはい、今もうメールなんてほとんど使わないじゃないですか、はいはいはい、LINE とか、はいはい、あとね、SNS とかで、うん、まあ、普段はみんなと連絡取り合うわけなんですけれども、メールが来たんですね、そうなんですよ、なんとメールが来たんですよ、詐欺会社から、詐欺会社から、今時そうなんですよ、まあね、でもね、これに騙される方もいるんじゃないかということで、どういうね、対応してくるのかということを調査してみたいと思います、ね、こういう電話だったら詐欺会社ってことを認識してほしい、はい、はい、そうですね、後からね、文章の方も発表できたらと思うんですけれども、まずね、とりあえずもう電話をかけてみちゃいたいと思います、ちょっとドキドキしちゃう、ね、これはもう相手方の会社名とかもよろしいですかね、もう、まあ、後でピーってなるかもしれないけど、はい、いきます、はい、とりあえずもう早速電話、はい、電話します、はい、ぶっつけて、恐れ入りますが電話番号を通知しておかけ
番号通知が必要。今184で、そうですね、今非通知設定にしたんですけど番号通知が必要みたいです。もう番号通知しちゃいます。いや、いいんですか。大丈夫です、はい、だからまず184にかけてしまったらそんな風にアナウンスが流れちゃうんですけど、そうなんですね、怪しいです、怪しいですね、はい、まず僕が出ますので、はい、ごめんなさい、ありがとうございます。あ、すみません、携帯のメールの方にはい、なんか連絡が来たんですけど、横田さんはおられますでしょうか。メールが来てのご連絡ですね。はい、私の方でどういった案件でご連絡したのかお出ししますので、はい、お名前ですね、フルネームでお伝えできますでしょうか。名前ですか。はい、名前、渋谷に、下の名前がたかしです。あ、渋谷の方の名前は、あ、渋谷です、渋谷、渋谷様でしょうか。はい、写真先生様、市ですね。はい、市です、渋谷です。しぶたにです。ぶ。あ、すいません、しぶたに様ですね。はい。たかし様ですね。はい。携帯の方に、はい。あなた方は、提供サービス会社から何かにって書いてあって、はい。はい。で、担当の方、はい。じゃあ本人確認させていただきますので、はい、生年月日の方をですね、西暦からお伝えいただきますでしょうか。生年月日、西暦1983年です。はい、の6月5日です。失礼しました、6月5日です。はい、はい、わかりました。ではこちらで最後になります。ご住所の方は結構ですので、はい、郵便番号までお伝えいただけますでしょうか。221-0051 です。わかりました。で、担当が、横田さん、はい。はい。まあ、何時頃にメールの方は入られてましたでしょうか。これ、昨日の、あれ、あ、昨日ですね。はい、夕方に、はい。昨日ということで、お伝えしますので、はい。わかりました。そちらで一度お確認を取りますので少々お待ちいただけますでしょうか。はい、はい、亀井です。大西が寝た。マジか。お待たせいたしました。はい、今横田の方が対応中となっておりまして、はい、これ自体ですね、10分から15分程度で折り返しのお電話あるかと思いますので、そちらお待ちいただけますでしょうか。はい、わかりました。はい、はい、もしもし、はい、はい、もしもし、まだ折り返しのお電話ですね、私ですけども、10分から15分程度お待ちいただけますでしょうか。はい、大丈夫ですよ、待ちます。あ、はい、わかりました、はい、すいません、では一応電話をかけていただきます。はい、お願いします。はい、失礼いたします。あ、嘘か。もう緊張する、怖い怖いのよ。まあ相手が詐欺会社と分かってるのでちょっとおどおどなっちゃいますよね。いや、言っても、はい、今のも全部仮名です。お誕生日も、はい、ね、郵便番号も全部嘘です、はい、これもどうやって本人確認をまずしたのか、はいはいはい、っていうことなんですけど、まあね、横田さんから15分後くらいにねかかってくるみたいなんで、それをまず待ちたいと思います。はい、はい、ということでですね、正解はカラオケを調理しに行った調理ですねしに行ったということで、正解者いましたかね。いませんでしたね。あ、残念。でも DDK さんカラオケか。あ、大正解。はい、VTR 中にね、エスパイカさん、うん、こんにちは、ありがとうございます。ただいま見ていただきました、はい、カラオケ店を調査させていただいております。そうですね、ということで、うん、まあ、その本文をね、皆さんに、発表したいと思うんですけれども、私の、
そうやね。はい、うん、私の携帯メールにですね、こういったまあ文章が届いたんですよ。あ、映りますかね。映んないかな。まあまあこんなダラダラと長い長いものなんですけど、弊社は調査業務、情報管理及び和解手続き代行等を主とした調査会社でございます。まるで雷調査隊みたい。すごいね。あら、びっくりした。まるで雷調査隊みたい。本日ご連絡いたしましたのは、現在あなたがご契約されている総合コンテンツ提供サービス会社からの再三の通告を放置し、利用料金を長期延滞していることに対して同社が訴訟準備期間に入ったことを報告いたします。この通知を最終告知といたしますので、本日当社営業時間までにご連絡がない場合、管轄裁判所から裁判日程を決定する呼び出し状が発行され、記載期日に指定裁判所へ出廷となります。なお裁判を欠席されますと、相手方の言い分通りの判決が出され、執行官立ち会いのもと給料、財産や不動産、有価証券等の差し押さえを含めた強制執行となりますので、ご注意ください。弊社は今回運営会社様より和解等の最終判断を委託されましたので、双方にとってより良い解決に向かうためのご相談に乗らせていただきます。お、本日弊社営業時間内までに早急にご電話にて、お電話にてご連絡ください。最近個人情報を悪用する業者の手口も見受けられますので、万が一身に覚えのない場合でも早急にご連絡ください。そうなんや。そうなんですよ。身に覚えがなくても連絡しなきゃいけない。連絡しなきゃいけないっていう、ね、そうなんですよね。恐ろしい。で、パソコンからのメールはドメイン設定により送受信ができない可能性がございますので、本日はこちらのアドレスから送信させていただきます。ということで、携帯のアドレスから宛先もないですね。私の名前とか、まあ、私のメールアドレスに来てるんですけれども、うん、私の名前もない、私が何を使っていたかっていうこのサイトの前で、でもさ、うん、最初の冒頭雷調査隊っぽいこと言ってたよ。ほんとなんか分かってんのかな。じゃあうちちょっと思って、あのね、現在あなたがご契約されている総合コンテンツ提供サービス会社からの再三の通告を放置し、うん、これ TV ライブオンラインから。そこだってさ、うちらに来たわけじゃないの、隊長のママに来たわけでしょ。そうなんですよ、そうなんですよ。雷調査隊経由 TV ライブオンラインからの私怖い。まあまあこういうのがね、はい、来たということで、はい、先ほどの電話の V を流させていただいたんですが、はい、いろいろね、他の番組とか、うんうん、YouTube とかでもね、心を見てる方がやっぱおられるそうなので、うんうんうん、スリーピースゆかりさんもね、うん、こんなの見ましたよとか、うん、で、エスパイカさん、これ面白いな、闇金業者の、融資ファックスは追い込んだことあるって。へー、どういうのなんだろう。すごいね。融資ファックス、融資します、お金を、うんうんうん、ですよね。エスパイカさんかっこいいな。すごいな、ね、そもそもそういったメールに名前が入ってない時点で嘘 100% です。うん、そうなんですよ。まあ、まず注意してほしい点はですね、うん、まあ、こちらの情報を何も分かっていないことと、うん、あとはね、身に覚えがなくても連絡しなきゃいけないっていう、よく分からないこの矛盾、うん、あとはやっぱ番号通知をしなきゃいけないとかね。確かにそれね、言われてましたよ。DTK さんがね、通知しないといけない段階でダメだわと。うん、うん、確かにその通りやね。そうなんですよね。でね、ちょっとみんなが引っかかったのが、うん、なんちゅう保留音って確かにメロディーじゃなかったよね。ブッブッ確かにあれちょっとうちも疑問やって、あれなんなんやろうって思ってでもスリーピースヒカルさん、これやってみたいですねと、うんうんうん、まあ、なんかね、やるのもいいかもしれんけど、うん、大丈夫やったの、そのだってあれ15分までしか。そうですね、まあまあその後15分後にかかってくるって言われてるけど。そうなんですよ、まあその後どうなったかっていうのはね、またおいおい、おねえ、引っ張るのね。まあそうそうそう、機会があればすいません、ケツ分からん可能性もあるの機会があればね、放送させていただこうかなというふうには思っておりますけれども、もうすごい面白かったです、後半も。まあそこだけは言っときましょう、はい、見れなくても、見れなくても見せてあげてよじゃ見れなくてもそこだけ面白かったよということは ね、お伝えしておきます、はい、皆さんがね、うん、
いろいろ書いていただいてるんですよね、うん、あのベパさんがね、相手にこの音声筒抜けの可能性があるな、この音声筒抜け相手に、あ、こっちで話してること、うそ、そんなんあんの、すごい、何それ、もっと言っとけばよかったよ、本当だ、いろいろすごいね、え、今すごいびっくりして何も言えないんだけど、すごいねそれ、そんなことあるんだ、へえ、うわ、怖、何話してたっけってすごい気になってきちゃった、ね、まあ、ベッパーさんね、うん、あのそれは普通裁判所より通知が来るよと、うん、はい、ね、ベッパーさんこういう情報って卒業アルバム経由なことが多いよね、なんかだからやっぱり昔って卒業アルバムに住所とかやっぱり電話番号とかも書いてたじゃないですか、うん、今ってないですよね、多分やっぱそうなんや、うん、やっぱそうやね、そうじゃないと怖いもんね、そうですよね、その個人情報がすごくやっぱ流出するようになって悪用されるようになってからは、うん、そういったことがまずないんですよね、うん、のっけん方がいいよな、うんうんうん、DTK さんが、うん、本当なら身に覚えのないものは無視するという教育があるが、うん、って書いてある、この、うん、もし続くんかな、スリーピースひかりさん、はい、悪徳企業を潰したいですねと、うん、ストレス解消になりそうですねストレス解消、まあ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 、そうですね、悪いところなので悪いところなのでね、そう悪い会社は潰れてしまえばいいんだ大西ライオン、結末気になる、はい、あのね、さっきからさ、うん、あの自分のフォローを自分でいつもやるんよね、彼、そうなんですよ、さ、見た、渋谷、渋谷、何回言っても通じひんねんな滑舌でもそれをね、一生懸命ね、ここの中で、チャットの中でライオンが自分でフォローしてるんですよ、そうそうそう、渋谷だから渋谷っていう名前ですみたいな、なんかもうかっこ悪い、しかもそれについて他のチャッターさんは触れてもなかったのスルーみたいな、スルーしてたんだよね、それがちょっとね、また、はい、切ないなと思いましたが、はい、ペパさんがね、アマチュア無線部だったので、うん、そういう保留音あるんですよって、すごいね、無線部ってすごいな、無線部、ね、すごい、エスパイカさん、うん、不正請求画面の相談は相変わらず多いですよ、あ、そっか、パソコンで、だってエスパイカさん、なるほどね、お仕事でそうですもんね、そういう相談来た、あ、実際そんなんある、パソコンで、パソコンのメールあんまり見ないですよ見る方がいいかもしれないね、あんまり見ないですよね、見る方がいいのかもしれない、そうなんですよ、だからよくわかんない、パソコンは、ただ携帯はメール使ってないのに、うん、なんか、そう、メールが来たからなんだろうと思ったらそういうメールだったんですよ、多分もう一斉なんですよね、きっと、あのアドレスとかもこうなんていうの、はいはい、適当にこう一斉でバーっていうのでやってると思うんですけど、皆さん、うん、ドメイン指定みたいな、ドメイン拒否とかってされてます、はい、その迷惑メールに対して今の人ってそのどれぐらい対策してんのかなとか思って、セキュリティー、そう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 、携帯に関して、うんうんうん、その迷惑メールの対策をなんか売ってるみたいな、あればちょっと教えてほしいなと思って、私パソコンから届かないようになってます、携帯のメールに関しては、あの設定にしてる、はい、だから多分携帯から来たんだ、携帯のメールから来てるんですよ、てか今結構パソコンから来ない設定は多いんじゃないですか、携帯のあれさ、でも携帯会社もなんか事前に一応チェックしてるんじゃないの、してはないの、携帯会社のチェック、うん、ドコモさん、ソフトバンクさん、au さんみたいな、そのなんかそういうの関係ない、どうなんですかね、その詳しいところまだ分かんないけど、でもそのドメイン指定っていうかで外せますよね、来てほしいメールは、そっかそっか、これだけはあの通してくださいっていうのは指定受信でね、うん、すればいいのか、できますよね、そうなんや、ね、うん、ほう、大西ライオン、うん、これ言えばよかったのにな、高校の頃詐欺業者から電話来た時は焦ったと、来たことがあるの、何それ詐欺やったところで、それは詐欺やったのそして会ってた時に言ってくれたら、もっとね、も
っと詳しく話は分かったんじゃないかなって思うんだけど、わざわざどうなんでしょう。何やっぱりあんたはチャット調査隊員そうみたいですね。さんがいいの？いやいいんだよ、まあ卒業やからさ。iPad に先メールが大量に入ったことありますね、スリーピースヒカルさんと。でも iPad とかはいっぱい入るんだ。ペパさん、保留音を流してると見せかけて相手にはこちらの声が聞こえているケースもありますよと。いろいろあるんですね。いろいろあるんやね。エスパイガさん、迷惑メールじゃないけど非通知のいたずらも、いたずら電話も特定非通知拒否ってできますよ。あー、私非通知拒否してる。あ、そうなんや、非通知拒否。はあ。エスパイオさん、ドコモさんは無料、AU は有料、ソフトバンクは知らない。あ、そういう設定が。ふーん、え、私非通知拒否してるけど有料なんだ。知らなかった。すごいね、新事実が。おー、このタイミングで、ロメパンちゃんが来てくださいました。ロメパンちゃん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ぜひともね、あの今日のアーカイブを見ていただいて、ね、ね、はい、あの今後の展開を予想していただきたいなと。そうですね、まだまだね、でもこういうね会社に引っかかる方もいらっしゃるみたいなので、うん、はい、はい、こういったものは ね、はい、ブツブツ潰していきましょう。みんなでね、潰していけたらと思います。はい、はい、ということで、まあ第2弾後半がね、はい、はい、こうご期待。はい、いつ流すかわからない。はい、ということで、はい、おー、ありがとうございます。うん、あ、大丈夫やね、皆さん戻ってきていただきましたね。うん、ね、ペパさん、対応プログラムが多く 出回っているよと。何、対応プログラムって何やろ、うちも分からへんのこれ。お、エースパイガさん、はい、撃退調査ビデオを作ろうかなって。あ、欲しい、教えてください。欲しい、いやらしいな。ぜひぜひ送ってください。すごいすごいすごい、うん、すごいいいですよこういうの。はあ、エースパイガさん、非通知でかかってて、うん、電話取ったら可能って。うん、それ非通知を取ったらどうなの？可能？撃退調査ビデオ作れるってこと？違う、拒否できるってこと？あ、拒否できるの？あ、そういうことか。非通知のその番号自体も拒否設定できるんだ。そのためには非通知の電話を一回取らないとダメ。かかってこなきゃいけないわけだ。なるほどね。そういうことね。うーん、面白いな。え、ロメパンちゃん、うん、元ドコモ店員、現アップル店員な私が来ましたよと。おお、 何話してんのか知らんけどって。今ね、あの非通知設定、そうそうそう、ができるか、特定、特定非通知拒否っていうね、うん、お話をお伺いしたので、うん、その話ができるかどうかみたいな話をね、うん、してたんですが、はい、すげえな。ライアンさんはということで今日はお休みです。お休みです。はい、卒業。はい。ということで、まあ、さっきの V ね、詐欺の調査させていただきました、うん、後半、まあ、いつか流すんで、もうちょっとお待ちください。はい、ということで、いつもならばね、はい、ここで討論の時間に入るんですけれども、はい、はい、今日はなんとですね、なんと雷調査隊、はい、大発表、あ、重大ですね。なあ、ごめんごめんごめん、体調もそこを締めようよ。ちょっともう一回ね。わまわまわま、重大発表がございます。はい、重大発表。はい、雷調査隊新企画ドン。はい、第1回ピチピチ王座決定戦開催決定。はい、ということでですね、今週の金曜日からこのピチピチ王座決定戦というものを開催していこうと思うんですけれども、はい、じゃあピチピチ王座決定戦とは何ぞやということで、顧問説明お願いします。はい、ちょっとそういう感じね。いやいや、あのね、私たちもいろいろね、はい、考えてたわけですよ、うん、ずっとずっと。で、私たち話し合いました。はい、我々に今何が足らないんだと、ね、何がいけないんだ、何がいけないんだと、はい、
なんでこんな年配ばっか集まってるんだと。まあいろいろね話し合った結果、はい、あのいろんな人とちょっとね出会っていきたいなと、さら、うん、にね、うん、雷調査隊の輪を広げていきたいなと、はい、そしていろんな素敵な方と触れ合いたい、ね、触れ合いたい違うな知り合ってねお仲間になっていきたいなということも含めまして、こちら、はい、ピチピチ王座決定戦という企画を立ち上げさせていただきました。はい、これから、うん、何週にわたりお送りするのかはちょっとわからないんですが、はい、今度の金曜日より、はい、ピチピチだと我こそは、あすごいね今打ち合わせなかったよ、あれこんなん言わない我こそはピチピチだという方にここスタジオに来ていただいて、はい、毎週ね毎週、まあ、な何名かのピチピチ、うん、我こそはピチピチだという方に遊びに来ていただいて、はい、うん、勝ち抜きをね。そうなんです。はい。あくまでピチピチ感を勝負していただこうかと。はい。だからそれは何でもいいんですよ。うん。言い方は悪いですが、あなたなりのピチピチでいいので、うん。まあ、どういう方が来られるか。そうですね。皆さんもね、すごく想像していただきたいと思うんですけれども。想像していただいて。で、その中で今回はね、はい、10週勝ち抜きということで、はい。チャッター様の。そうですね。意見も、はい。重視。させていただ考慮した上で、はい、まあ、最終的に私たちが決める形にはなっちゃうんですが、はい、でもチャッターさんの声は大事に受け止めようと思ってますので、はい、皆さんがもしかしたらね、そうですね、皆さんの声がね反映されるなり、もしかしたら何だったらチャッターの、ね、皆さんがね出てくるかもしれないですよ。出てくるかもしれない。そうかそうか、そんなこともありえんのということで、はい、よ、うん、顧問に丸投げとか説明は顧問かい若者の需要が高い雷ですねと、うん、シャッターさんが来ることもありえるのですかということだったんで、うん、あ、エスパイゴさん途切れた、大丈夫かな、こっちは大丈夫かな、戻ってきてよエスパイゴさん、ベッパーさん親父率高いよなって、親父って誰のこと、親父どこにいるの、ないよね、大西ライン王座決定ですからね楽しそうって、うん、そうなんですよで、はい、なんとですね、この10週ピチピチを勝ち抜いた方には、まあ、番組にね、今後も携わっていただく、うん、もしくはコーナーをね、そうやね、はい、何かしらコーナーをやっていただく、はい、というように、まあ、今後ね、どういう風になっていくかまだわからないんですけれども、うん、いろんな形で番組と関わっていてもらいたいなと、はい、思っております、はい、ね、だからライオンの卒業もね、ね、まさかですね、はい、なんかワク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 してきたすごくね、楽しみですよね、でも楽しみ、うん、本当にね、今回、まあ、いろんな方が応募というか、そうですね、すごいたくさんの方がね、はい、応募していただいて、はい、ね、とりあえず前半戦っていうのかな、そうですね、3分の1ぐらいなのかなそうです、3分の1です、いろいろねあって、はい、3分の1ぐらいのデータしか、そうですね、私たちのところにはね来なかったまあいろいろあるんですが、はい、まあね、ピチピチと言いましても、うん、まずねどういう意味があるかなんていくらでもあるじゃないですか、引き出しね、そういう点も調査したいなと、うんうんうん、我々調査番組なので、うん、あくまで、うん、どういうピチピチがあるのかと、そしてどういう人がこの世の中溢れているのかと、うん、溢れてるわけではないかもしれんけど、はい、そういうことになっております。皆さんはさ、うん、じゃあどんなピチピチを望んでるのかだけど、だっておじさんとかおばさんとか言うわけじゃん、うん、ってことはさ、若い子がピチピチなわけ、そう何なの結局、何なの、若ければいいの、若ければいいわけ、ちょっとあのね、みなっち呼んでこいとかやめてもらっていいあの、卒業したのよロミパンちゃん、決めてメンバーになるんですか、うん、ということなんですが、うん、分からない、それはまだ分からないですね、うん、はい、でも広げていきたいなっていうのは素直に思ってます、うんうん、だからそのこれから出会う人らと一緒にどんどん大きくしていこうっていう気持ちはあるので、ね、はい、どうなるんかなっていう感じですねはい、はい、そうチャタさん若い方の方が多い、うんうんうん、でも幅、今日とか幅広くない？そうですよね、割とでも雷のチャッターさん年齢こう幅広いですよね、うん、やっぱ水曜日はね学生の方とかなかなかおられないので、うん、
いい塩梅じゃない？うん年相じゃない、うん、年相じゃないどこに相だったの？スリーピースヒカルさんがね、年齢的な新鮮さ、うん、がほピチピチだと。うん DTK2012 さんはね、あのピッチピッチの1年生ピッカピッカのやごめん、すぐひらめかんかったうち、ほんと情けないね。ベッパーさん、俺頑張って芸能界復帰しようかなってファイトファイト、ほんとに応援はしてるよ、うん、絡むかわからへんはい、最近チャッターさん、んおじさん率高いですよコメントがちょっと何回も呼ばさんとかなあ、ほんとほんと、いや全然いいんですよ、うん、いいんですいいんです。まあね、でもこれからいろんな方と出会いたいなと思っております。そうなんですよ。で、まあ予定では、うん、まあ3人ぐらいかな。そうですね、今週ね、今週の金曜日からはい、はい、このスタジオに来ていただいて、はい、3人のうち1人残し、はい、まあ、翌週また2人参戦、はい、常に3人体制でこう、はいはい、臨んでいただこうか、はい、戦っていただこうかと、はい、まあ、最後ら辺には大西もそうですね戦ってもらおうかなと、はい、やっぱりね、そうですね、はい、彼は雷調査隊飛び道具ですからね、うん、そうなんですよ。まあね、でも我々も実際まだねお会いしたりとかもしてないの で言うけど、はい、あのオーディション的なみたいに言ってるけど、うん、事前にうちらは会ってもないの、はい、まあ、書類審査的な感じですよ、ね、そう、はい、ほんとそれしかしてないので、はい、そう結構緊張しますよね、うん、私たちもすごい、なかなかないと思うよ、うん、あのどうなるか分からないなんかなんだろう、結構こういうお仕事って書類審査で仕事に行くことってあるじゃないですか。 ありますね、ありますあります。まあでもこういう気持ちなんですかね相手側にしてみると、相手側はえ大丈夫かな、どういうこうなんだろうみたいなね、はい、もしかして、うん、俺が今最年少って DTK さんが聞いてる、ちなみに21です。ああそうかも。チャッターさんの中でロメパンちゃんはいくつぐらいやったっけ？同じくらいかな。あれヒカルくん、あ、スリーピースさんかな、誰だろう、誰なんやろ。 DTK さん若いって、まあベッパーさんは知ってるよお会いしたからね。そうだね、イベントでね、そうだね、来ていただいてお会いもしたのでね、はい、まあ、ということで、うん、今週の金曜日からプチプチ王座決定戦という形を撮らせていただきます。新企画スタートさせていただきます、はい、なのでこちらにはやっぱ皆さんの、ご意見っていうのが、ね、うん、そうですね、皆さんの意見を考慮した上で、我々が最終的には決める形になるんですけれども、大いにチャッターさんの意見が反映されることになると思うので、うん、揺らぎやすいからね、我々。そうなんですよ本当に優柔不断皆さんの意見に揺らいじゃうから、はいはい、だからぜひとも金曜日毎週欠かさず、はい、見ていただきたいなと思います。今回は、うん、あの今までね、オーディションママが来た時だ、はい、あの G メールに、うん、その後アーカイブでみたいな、うん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 、確認して投票は来週のいついつまでみたいな感じでやってたんですが、うん、そういうことはしません、うん、しません。あくまでチャット画面での、はい、その場ですね、我々が見て、はい、の判断になります。はい、はい、なのでまず来週金曜日とかはそういう表的なものはちゃんと読まさせていただきますので、はい、ああ思う存分ね、表というか、はい、おすすめな子をね見つけていただきたいなと、はい、思う。あ、スリーピースひかりさん、僕は17歳ですけど時すでに遅し。17歳だ、一番若い今若いよね完全に。萌家さんと一緒やって、ロンパンちゃん 21? うん、あ、ふんじゃ一緒、 DTK さんと、うん、ほんとだね、うん、待てよ、ペッパーさんがね、ヒカルくんは20歳って書いてるけど、スリーピースヒカルさんはね、僕は17ですけど
どの光違う人かな、違う人だ、そっかそっか、うん、いっぱいいるもんね、いっぱいいるもんね、いっぱいいるんですね。はい、スリーピースさん、はい、DTK さん、ヒカル君参加してほしいなと、オーディションですねみたいな。ロメロメパンチさん、お二人の1週間の楽しみって何かありますかって、ここでぶっ込んできたな。1週間の楽しみ、1週間の楽しみって何、うん、私は、うん、金曜日から始まる第1回ピチピチ王座決定戦、それが楽しみで眠れない。こんなんでいい、はい、素晴らしい、素晴らしい、そういうことですよね、そういうこと、そういうことですよ。ありがとうございます、ロメちゃん。やったよ。いやでもなんか今までいろいろ新生になってからもいろんな企画をね、こうみんなでこう出してやってきたじゃないですか、うん、今回ねこうやってまた人をいろんな人を呼んでっていうのは新しくやることなので、ね、初めてのことなので、まあこれのねこれを考えてからもね結構時間が経ってしまってるのをずっと言ってたんですよね。その段取りができるまでにねだいぶ時間を要してしまい、はい、スタートも遅れてしまったわけなんですけれども、まあねこれを持った上で、うん、年末にも、ね、そうですね、ぶち込んでいくかなと、うんうん、まあ、勢いをね、こう上昇思考、そうですね、思考じゃないね上昇させて、ね、上げていきたいなと思いますので、はい、ぜひとも金曜日、はい、水曜日もね、うん、その裏話とかまた違う方向で、そうですね、お届けしたいなと思いますので、はい、金曜日、まずは金曜日、はい、19時から絶対見てください、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、はい、ということですね、うん、ちょっと待って、ママはお子さんと酒とか、お子さん、私、1週間の楽しみって何か、うちの子供たち、私がお酒飲むって知らないんですよ。マジで？そう、私、酔っ払って帰ったりとかはしないの。あ、酔っ払って帰ってるよ。酔っ払って帰ってるんだけど、うん、酔っ払ってる姿っていうのを、実際こう目の当たりにして見ないわけよ、子供たちは。うんうんうん。だから、そう、ママがお酒を飲むっていうことは知らないの。すごくないですか、これ。見せたらやばいな。やだ飲めよ、ダメだね。飲めよなったら怖いしね。そんなんなったらね。なんか子供の前ではお酒は飲まないし、うん、子供に酔っ払ってるっていう風なところは見せたことないんですよね。ちゃんとしっかりしてるよ。ちゃっかりな。ちゃっかりしてる。ちゃっかりしてるの。だからね、すごいですよ。なんか、うん、たまに友達が来てちょっとビールじゃあ飲むとかっていう風になると、うん、ママお酒飲めないでしょ。飲まないでしょとか言って止められるんですよ。そう。お酒はちょっと悪いことっていう風に思ってるんで子供たち。マジで、ちょっとごめん、全然違うこと一個言って、うん、めっちゃさ、いつか忘れたけどね、7、8年前かな、もっと前かな、うん、思い出した出来事があって、うん、今、子供にね、うん、助けてもらったわけやん、うん、もうお酒飲めないでしょって、うん、うちちょっと違う状況で、違う状況で同じような感覚に陥ったことがあって、うん、たまたまさ、プリクラを撮った時が、昔のね、プリクラを、めいっ子、おいっ子が見てたの。うんうんうん、じゃあ、めいっ子の友達がおったの、男の子が。うん、じゃあさ、映り方がすごい女の子っぽく映った時があってさ、うんうんうん、それを見て、おかなーって言われて。うん、その、めいっ子の友達に、うん、おかなーみたいに言われて、そのめいっ子が、シーンは、そこら辺のおかまと一緒違うからね。ちょっと待って。一緒にせんとってって。シーンはオカマでもそこら辺のオカマと違うんだって言って、うちをかばってくれて。うちもうなんで、うちは、そうなの？そうなんだ。フォローじゃないみたいな。よう分からんくて、あ、そうなんだみたいな。私、オカマっていう浸透になってたのね、みたいな。ほみたいな。なんとも言えない気持ちに、その当時なったなっていう。優しさがね。優しさがね。腹となってしまってズキーみたいな。そうそう、結構前の時、ほんと7、8年前ぐらい。でもやっぱ子供って結構見てますよね。見てる、そう、見てる見てたんですよ。見られてた結果そうだったんかな。見られてた結果そうだった。そこら辺のとは違うんですよ。そこら辺のとは違う、そこら辺のとは違うってことが言いたかったんですよ。もうちょっと、はい、マジおもろいな。はい、
まあまあいろいろありましたが、お時間の方もやってまいりましたね。はい、ほんとだ。おということで、このコーナー行きたいと思います。最後、ダン！お天気ダーン！パフパフ。はい、ということで、このコーナーは今現在のお天気をチャッターの皆さんに教えていただいて、これからお出かけする人のために役立てようという新しいタイプのお天気コーナーです。はい。参加方法は、今現在いる場所とお天気を書き込んでください。よろしくお願いしまーす。よろしくお願いしまーす。はーい。ということで、はい。うん。ベッパさん、料理にお酒を使うときはどうするの？料理酒は料理酒っていう風に区別ついてるから、全然ワインとか日本酒とか使えますよ。あ、そういうのはしっかりするんですね、うん、はい、さすがロミパちゃん、なんだそりゃってそう、DTK さんもそういうのお酒もおかまじゃないではなかったんだって。そう、そうじゃなかったではなかったではなかったそこに一番びっくりして、そう、そうか、おかまっていう言葉にびっくりしたから、そうそうそうなんやってでも、あの、めいっ子、いっ子、まあ、おじさんやか、うんうん、でもおじさんって誰も呼ばへんから、うん、あ、全員しんって呼ぶから、うんうんうん、だからなんか、なんなんやろね、変な感じやったわ。でも年もあれだからかね、若いから、そう、うちが中学校の時に一番上のめいっ子は生まれてるから、うん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 、兄弟って言ってもね、なんな、うん、確かに、みなっちと同い年やもん、うちの姪っ子で、甥っ子がズビ、ちゃ、ズビと、あ、ちゃ、ズビと一緒かな、ズビと一緒か、そこらへんやってん。だからほんと姪っ子、甥っ子と仕事してるみたいなもんやだからね。確かに年取るのって怖いなということで、皆さん書いていただいております。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。三重県、エスパイカさん、はい、曇りはい、ありがとうございます。はい、大西ライオン、田舎だから 3G 通信だから止まるのねと。ライオンはね、帰ってるんだって、福井に。そうなんですよ、うん、早く電気書き込めDTK 2012さん、はい、兵庫県神戸市、はい、お、快晴、お、プロ野球終わったから暇な DTK でーすとそっかそっか、改正関西、あ、関西、そうなん、ロメパンちゃん、はい、大阪府 SC 吹田市ね、うん、晴れ、今日はバドミントンと縄跳びして遊んできます。バドミントンとか絶対やったら楽しいよね。楽しかったよ、この前子供たちと私やったんですよ、めっちゃ緊張してそれ言ってたね、本当にいいな、やりましょうよ、そういうね、うん、あの、遊びもしたい、調査しよう、大人になったらなかなかしないことっていっぱいあるやん、縄跳びとかも。本当ですよ、本当ですよ、ね、誰が一番二重跳びできるかとかね。ああ、いいね調査しよう、その時はもうこれから出会う人らも混ざるかもね。混ざるね、そうですよね、みんなでできたらいいなと思います。いや、でもスポーツ系は顧問がすごく本気で来そうですよねすごく本気で二重跳びとかもちょっと1回目間違ったらちょっともう1回いいだってもうだって特別なおかま枠やから、それ違うねんそれはね、特別だからね、そう、特別だからその辺とは違うその辺とは違うからね一緒にされたら困る。ベッパーさん、神奈川県藤沢市、はい、曇り、うん、雷専用温度湿度計より温度12度、湿度 22%、 これからお買い物の予定だけど厚着防寒が必要、うん、前に風邪ひかないようにしてください、はい、ロメパンちゃん、ライアンさん、福井と寒そうって言っております。そんな大西ライオン、はい、福井県、はい、越前市でいいんかな、うん、晴れ、福井県は年間降水量が多いので晴れの日に過剰に喜ぶ。へえ、知らんけどって書いてるけど、どういうこと、そう分からんベッパーさん、大西ほさりで帰省、違う、うん、あ、いとこの結婚式で大阪寄りましたよって大西に、あ、会話してたの読まんでよかったねはい、以上かな。おー、スリーピースビビさん、はい、ありがとうございます。東京都大田区、うん、曇り18度です。はい、あ、あったかいのかな、18度って。ほんまやね、一番ひど、あ、やっぱ神奈川県とか南の方は12度らしいわ今、うん、うん、海沿いね、そんなこともないのか、はい、ね、ということで出揃いましたかね。本日はですね、西の方晴れてるところ多いですね。関東からこっちが割と曇ってるところが多いのかな。ほんまやね、もしかしたら
今だ台風ここら辺じゃなかったっけ。あ、そうなんだ、うん、見てなかったやった気がする。また台風が来てるんですね。はい、うん、ということでですね、あの、まあ、神奈川、まあ、この辺、この海沿いはもしかしたら気温が下がってるのかなっていうところで、防寒ね、しっかりされた方がいいと思うんですけれども、でもこれからはこう晴れてくるんじゃないのかなっていうふうにも思うんですけどね。晴れてほしいね。晴れてほしいですね。まあ、晴れてもね、でも乾燥をしてるので、やっぱりね、風邪対策、マスクして出かけられた方がいいんじゃないかなと思います。あと、アレルギー、今ね、すごいみたいです。やっぱりこの、それこそ台風もそうなんですけど、そういったもので、鼻炎持ちの方、はい、ひどくなる傾向にあります。だから、うちずっと鼻すごいやばいんで。はい。あ、そうなんだ。はい。気圧の変化の影響とか風の影響とかで鼻炎がひどくなる傾向があるので、うん、鼻うがいもねしてみるといいかもしれません。あ、それはいいですということでひままのお天気なおでした。はいよー、鼻うがい怖くてよーでき鼻うがいいいですよ。でもしないけど、はい、また今度やろうか。じゃあ初体験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 シリーズ作ったらいいじゃない。でもウォシュレットが欲しかったでもやっぱりウォシュレットのね初体験はね欲しかったな。すごかった。もう外からでもいいから、この声だけでもいいからあ、それなんか初体験特集みたいな、ね、そうですね、それも楽しそう。初体験特集、私の初体験何をしてないのかを、うん、イメージしてなんか送っていやだってわからんやん、自分これやってないとか。その中であったらそれをねやってみて。あ、それいい。そう、バンジージャンプやったことないわじゃあまだ時間ある。じゃあうちさ、あの絶叫もんとか大好きなの、うんうんうん、大好きやねんけど高所恐怖症やねん。あー、わかる。でもわかるわかるわかる、あのなんかもううわーってなんの。観覧車がダメなタイプです。そうなんです、一緒です。観覧車はあのリンゴが木から落ちるみたいな。あー、わかる、ね、動かれたらこのつながってる部分からこうドーンってなって観覧車地面にグシャンバーンってなるんじゃないかっていう恐怖を想像力豊かすぎるでしょいや本当にこの前夢でもそういう夢見て。でもわかりますよ、私もあの絶叫系割と平気なんですよ、うん、だからジェットコースターとかも全然平気なんだけど、でも王道のジェットコースター、富士山とか、うん、はいはい、富士急で言うなら富士山、うん、こうカタ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 登ってってそこで一旦止まるような感じのやつは苦手だし、あ、高い、そう、だんだんこう高いところみたいな感じは苦手で、あとは観覧車もお尻がねスースーお尻がスースーって何、それ何も履いてないだけじゃないの。違う、パンツ履いてないわみたいな。違うの、お尻からこうなんかこうゾクゾク、まあ、でも分かる、こう下に何もないって思うとわ、うん、なんかスースーこう、うん、あ、なんか下がーみたいになってきちゃうんですよね。そう、ほんとそう、うちもそうやからちょっと怖いなと思って、うん、じゃあバンジージャンプね、まだやったことがないみたいなんでぜひね、やっぱバンジーの上まで多分だから行けないので、ジェットコースターとか全然大好きやけど、うん、絶叫もそこの乗り場に行くまでの間の階段とか、うんうんうん、階段で待たされることとかたまにあるでしょ、うん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 、じゃあパッて見たらさ、階段の下が何にもない時とかない？わかります、階段自体が、うん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 、ああいうのがもう無理やね、うん、この階段待機してるその階段の下からこうサビが生じてパキパキ折れてったらうちもう死んじゃうんだって。想像力出たか本当に思っちゃうのだからもうその乗ってしまったら大丈夫やね。あー、なるほどね。だからうちあの下が見えるスカイツリーとか下見えるんでしょ、うん、あ、もうあんなん絶対無理、サワサワしてくるから。でも言ったらやれとか言われそうやからやめとこ、ね、今ねいろんなね初体験ね皆さん思い浮かんだかと思いますのでぜひね、応募していただけたらね、はい、顧問がやらんけど、顧問が挑戦初体験っていうことでやらない。あ、でもライオンもバンジーしたことないとか言ってますが、ロミパンちゃん観覧車ってなんか信頼できないですよ ねそれはすごくわかりますよ。確かに、うん、イッテ Q みたいになりそうやなって DTK さんが言っておりますがということで、まあ、お時間の方が来ました。はい、はい、今日は水曜日なのであいうえお作文になりますが、はい、2人なので、うん、あ、いい、う、え、おとかでやってみる？5文字はきつくない？で、4文字はい、
じゃあ4文字で、はい、4文字の何か言葉を皆さんから募集させていただきます。はい、もう何か、まあ、今日の放送にかちなんだことでも全然よろしいので、はい、はい、エンディング映像を流してから10秒間だけ生放送に戻します。その時にあいうえお作文ちゃんと成功できるかどうかしっかり調査したいと思いますので、最後の最後までお楽しみください。はい、ということで本日も1時間ありがとうございました。ありがとうございました。今週の金曜日7時からまたお会いいたしましょう。新生雷調査隊でした。さようなら。バイバイ。チョコのように甘い。ピンチの時に役立つんだよ。チーン。